我是露ちゃん。露ちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天我跟文章去参加玛莎咪的婚礼，超开心。これは拡張機ではありません。对，因为其实我本来想穿红色。あ、合わせようと思ったんだけど、結局露ちゃんネイビーになりました。那给大家看一下文章的全身，啊，好帅哦！我陪他去买西装，觉得他真的好帅哦，好看。これがルーちゃんの全身です。いや似合ってるね。これ普段着でも着れそう。そう、すごい好きなのこの感じ、ね、大好き。僕があげたバッグも似合ってるね。ありがとう行きましょう。 OK。 わあ、門口有这个板子好可爱哦。是玛莎咪桑他们。好酷哦，他们这里盖手印，然后来做成一棵树。我要用最深的绿色。どこにしたほうがいいかな。ここ。すごい、ありがとうございます。エーナのみんなです。かわいい。こんにちは。色もかわいいじゃん。ありがとう。现在大家一走去那个会场，刚才社长说啊，他们彩排就哭了，说我们一定会大哭一场。かっこいい。いやもうね、本当感動して歩いてくる瞬間もうなんか幸せオーラで巻き込まれて泣きそうだった。今もちょっとうるくてまさみさん綺麗だった ね。もうなんか幸せって感じ。かわいい。こちらもかわいい。かわいい。ただいまご紹介に預かりました新婦まさみさんの上司でもあり親族のたくまです。まさみの妹のせいかです。よくまさみさんご両家、ご親族の皆様、本日は誠におめでとうございます。おめでとうございます。まさか私のお姉ちゃんがこんなに素敵な方と結婚できるだろうね。思ってもいませんでした。家族として本当に嬉しいです。それでは、乾杯の音頭を釣らせていただきますので、皆様大きな声でご唱和をお願いします。りょうくん、まさみさん、ご両家、並びに、ご列席の皆様、末永いお幸せをお祈りください。幸せをお祈りいたしまして、せーの、乾杯！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 ありがとうございます。チームエイナーで写真を撮ってます。はい、チーズ。我们现在来吃饭，超漂亮的。然后椅子上面还有玛莎咪送的礼物，好漂亮哦。我很美，漂亮的是你。私の隣はみるみさんです。かわいい。みるみさんいつもこれ言ってんの。
皆様、本日は私たち2人の結婚披露宴にお越しいただきまして誠にありがとうございます。この緑に2人で一目惚れしまして、ここで皆さんをお迎えしたいというふうに決めました。この日まで夫婦2人で QED の皆様と一緒にいろいろと準備を進めてまいりました。ぜひですね、皆さん、この QED の素晴らしい景観と大村シェフが作る美味しい料理を堪能していただきながら、最後まで楽しんでいってください。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあここからは私が代わって乾杯をさせていただきます。今日は皆さんたくさん笑っていっぱい飲んでいっぱい食べてください。それではパーティースタートです。乾杯。乾杯。お酒おかしい。乾杯。乾杯。这个菜单马三明さん说是为了他们特别设计的，好期待哦。これってさ、ソースなんだ。ソースソース。マジか、俺普通にさ模様だと思ってた。違うの。なんかさ、あの卵みたいな。変な多いの。本当ですか。はい。入りきってない。第二道看起来超好吃的，刚才文当还跟我献宝说他拍照拍得很好看，すごいじゃん。映えてるでしょ。映えてる。太好吃了，大家在惊呼，所以太好吃了吧。第一印象はちょっとゆるやつ。これは刺身なんですけど、最後ストレスアッション開催してるんで、お楽しみください。気をつける。刺身なんか相手のこと超優しいとこ、たくさん皆さん楽しんでください。ラーメンで行いたいと思います。甜点竟然是用巴菲的形式，好扯哦！好吃，めちゃくちゃ甘い。こういう幸せオーラがあるところで食べるものが美味しいんだね。皆様、大きな温かい拍手でお送りください。本日は皆様、本当にお忙しい中お集まりいただきありがとうございました。まさみのお父さん、お母さん、お二人が大切に育ててこられたまさみさんを結婚を認めてくださって本当にありがとうございます。いつもハッピーで楽しい山本家の一員に温かく迎え入れていただいて本当に嬉しく思います。现在婚礼已经结束了，我们要排要拿纪念品，然后拿完之后文当先回家，文当回家之后我再一个人去二次会。回家啦，夫江拜拜，夫江拜拜，拜拜，じゃあ2次会楽しんできてね。拜拜。みんな今2次会向かってます。因为人比较多，我们分成两三台计程车坐。李亚生。
綺麗、本当に。夜景好漂亮啊。これが東京の夜景です。東京タワーはありません。本当だ。そう、見えない。結構シンボルのものが見えないね。タイ料理に向かってます。次は二次会です。すごい。すごい。あ、ここにも。あ、本当だ。也有马萨米さん他们的插画。大家好，我现在已经回到家了，想说回家来开箱一下这一次去马萨米他们的婚礼收到的礼物。首先是每个人都可以自己选的小块架，然后每个人的座位都有放一袋纪念品。首先是摩纳卡，它这个最终蛮酷的，应该是可以直接冲泡热水就可以变成味噌汤的东西。然后是蜂蜜蛋糕，好用心哦。这次去他们婚礼真的超开心，他们很多人其他人去三次会，我就没有去，我二次会结束回家了。今天一整天真的过得太开心又太感动，不知道怎么说，所以就用影片来帮我说吧。たとえ夜が明けようとしても